中学生の時ですね、えー、フォークギターを学校に持ってきて超人気者になってるやつがいたんですよでそれを横目で見てあ俺もやってみようかなっていうこれが不純なきっかけですね。ベースの音はね子供の時からねあのまだああいうベンチャーズとか出る前からベースの音好きだったんだよねすごい聞こえてくる音がそういうのあったみたいそれではもうビートルズでやっぱねポール・マッカートニーとかさ見て。 えーとビートでも途中でベースが目立つと「おお!」ってなってでも最初はギターだからねうんそれで途中でベースあの、ね、変わったんだけどやっぱ好きだったんだねその音がね音が、うん、でも昔だったらてラジオとかさテレビで聞けるベースの音だからねひどいもんだけどねそれでもやっぱり子供にはとっってもよかかたんじゃないかない <laughs> 私はですねああのあの頃 その幼稚園だとか小学校とかになんか必ずオルガンっていうのがこう置いてあったんですよね足踏みオルガンそこまで古くないんだけど <laughs> でもあのそのそ私はあまり自覚ないんですけど幼稚園の時にその,あの幼稚園にあったオルガンをずっと弾いてたんですって<ー>、うん、あんまり自覚はないんですけどだからきっと好きだったんでしょうねそれがっていうのが今に至るという感じです。はい そうだと思いますね。いや、うん、私形。ああ、あざでもねやり始めたらこうどん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 ハマっていくっていうのが楽器だと思いますね。最近のこだわりはあのいかに軽くて太い音が出るかっていう。 やっぱりねあの重たいギターはそれなりにいい音するんですけどあのやっぱり2時間ととかか経って弾いていいるななりその肉体的なダメージが多いんですよねだからまあライブやるとなるとやっぱりそういうプレッシャーから少しでも解放されたいなっていうのがあるんでだからな,なおさらその軽くて太い音が出るものっていうのにこだわってますね。まあ、最初 から引いてたのがあのレスポールタイプのものだったんで、まあ、そういう形状のあのネックが一番弾きやすいですね。あのフェンダー系のあの長い感じがねちょっと苦手なんで、ですからまあ自分が使っているモデルもまあ,あのギブソン系の感じのあのスケールにしてもらってますね。ハンバッキング、ハンバーキングとシングルをあの。 スイッチで切り替えられるようにしてんですけどもね。ただ、あの 2, 2本自分のモデルがあってで、1本はその今カシオペアサードでも使ってるあ。あの is1。ああ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 ですね。で、もう1本はあのカシオペアを休業してからあの作ってもらった。あの sg メロっていうのがあるんですけど、それはあのセミフォロー。 で中全部くり抜いてもらってあの非常に軽いモデルなんですよねところがそのカシオペアサードでそれを使うとハウって使い物にならなくなっちゃうっていう<ー>、えー、すごい音量なんですよ。<laughs> <laughs> なのでカシオペアは、えー、ずっっっととと引き続き続でやってるといるうことになってます今はまあチューンっていう楽器ばっかしだけどねでもいろいろベースの売り場行ってみるよいろいろあこれいいなとか。 それっってやっぱ形,形とか、ね、あのネックとかねあのこう見ただけで大体好き嫌いははっきりするじゃないもう大体わかるじゃん自分で。で,で好きだなこれ形好きだなと思ってみて握ってみた感じで駄目になる時もあるしだからもうなんかもうあのどれくらいだとか言えないんだけどこう握った感じこのボディにフィットする感じっていうのはもう身についちゃってるからこう口じゃ言えないけど。 あるねすごいだから女性の好みみたいな感じだよね <laughs> だ例えばさあの女の子だったら目がパッチリしてる子だけダメだよとかそういうタイプのことだよところがたまにこう切れ目の細い子を見ると「あいいしい,い感じだな」っていうのもあるじゃん <laughs> そうすると違う目がーーのこに触ってみたいなとこあるけどねもうそれはもう引いた感じっていうのはもう自分で身についちゃってるからさどういう,うのが引きやすいかってわかるから。 それでもうパッと見てダメだってのもあるよねこれはダメだなぁっつうのもうんもうわかるって感じいやそんなことはないですよねやっぱりその楽器まあいい楽器そのあの本当に同じなんですけどあの弾いた時にあなんかこういい音がするわっていうような楽器をまず選んでいくとあの例えば 全然バーって弾かなくても譜面が読めなくても普通に触ってるだけで気持ちいいはずなんですよね。うんだからそこから始めればいいと思いますし。しもっと右手弾きたいとか左手弾きたいとか、ちゃんと弾けるようになりたいと思ったら、同時にそういう優しい譜面を導入してやっていけばいいんじゃないかと思うんですけど、あんまりなんかその最初から譜面っていう概念はなくて、私はいいと思うんですよね、うん。まずはその楽器に向かって、あのなんか弾いて？ もうデタラメでもいいから弾いてみるっていうのはすごい大事だと思うんです。だってギターの方とか楽譜から入らないですもんね。そうだね、うん。皆さんやっぱり楽器を手にしてコードを覚えてフレーズコピーしてみたいな、ねうん。そうですよね。だやっぱりそのまあピアノっていうのは上層教育の分野でもあるのでどうしてもそのイメージがえ習って 楽譜を弾いてっていう印象だと思うんですけどやっぱり私はそういう上足教育じゃない部門の楽器の方と同じような感じでまず楽器に向かってっていうところから始めても全然いいと思うんですよね。うん、特にバンドやる方なんかは楽譜を弾いてあのどうのこうのじゃない、えー、楽しみがすごくあるじゃないですか。ああの他のの他方が出ししててくる音に対してねあのちょっとこう 変えてみたりとか、うん、そういう要素とかもすごく大事になってるそういうのは楽器を弾く,弾くっていう姿勢からやっぱり出てくるものだと思うんですね楽譜を弾く姿勢ではないと思うのでその辺はもう全然あの気になさらず楽器に向かっていただきたいなと思いますね。 だ実際あの実体験として私も楽譜から当然こう育ってきましたよね。で楽譜に書いてあることは何でも弾けますけどじゃあ例えばこうやってメンバー集まりましたスタジオ入りましたそうするとアドリブでできないわけですよねそれが一番最初のやっぱり苦労だったんですよこの世界に入った時のね。でそこで何をやったかって言ったら一番最初に「でたらめを弾く」っていうところから始めたんですよ。はい、でやっぱりミスを あのしてしまうっていうことをすごく恐怖を感じてしまうんですね。楽譜から育ってくると、うん、でそうすると本来の弾いて楽しむというところからちょっと離れちゃう気がするんですよね。で一番最初にやった作業っていうのはとにかくデタラメを弾いてみ,みんなと会話をというかあのその場にいるんですっていう気持ちを味わってでそれでだんだん慣れてきたらちょっとフレーズのことが考えられるようになってじゃあ盛り上げ方とかなか考えられるようになってっていうなんかそういう作業をずっとしてきたので、うん。 あのまあ実体験も本当に含みなんですけどね。でたらめ大事ってことだね。あ,のある意味大事じゃないかな、うん。気持ちが、ね、ポジティブだよねできないっつってネガティブになって終わらせるたらダメだったんだよな、うんそ,ね、そこでね、うん、そういう姿勢って大切だよね学期向かう時はね、うんあの。イメージトレーニングって結構ねあのいい方向に出ますよね。 から例えばその、まあ、ちょっと暇の時にあの、まあ、実際あの手は動かしてなくていいんだけどもそのギター弾いてるこうフレットの感じとか指の感じとかをね5フレットのとこにこの指があってこうなってこうなってみたいな感じで,であの考えてると、まあ、それがまあ,あの一つこう記憶の一,一つとしてとどまるんであの次に次に 実際にプレイしたときにあのまたそれをやってなかったときとはまた一味違うプレイができるっていうことはありますよね。だからそういうイメージトレーニングっていうのはあのいつどこでもできるんでそれはやっておくといいかなと思います。まあイメージをいもイメージできるっていうのもちょっとだいぶ上手くなってからだよね。なかなか最初はイメージできないかもしれないけどね、な,な,ねなってからかもしれないけどね。俺はあのチョッパー始めスラップね始めるときにこの この手首のあれがよくわかんないんでずっとこうやってやってたなよくこうやって昔ライブやってると一番前でこうやってるやつもいんだけどね <laughs> いたんだけど <laughs> 俺も電車とか乗ってこういうことやってたなこれすごくよ,よかったみたいチョッパーにうん。ただでも普通に弾くんだったらこうやって例えば2本とか3本をねこうやって動かすだけでも違うしね左手右手これやってるだけでもあれだけどねでも隣の人に嫌がられる理ねちょっと世話しないんですけどみたいな これ辺はうまくう。あと私あれですよ。中学生の時、このフォークギターの練習で、あのー、机自分のねあの学校の机の端っこに六本線引いて、すごい。そこでこうやって。ああすごい <laughs>、えー。そんなのありま線引いて線掘っちゃったの？ホっトは言いや,いや鉛筆で線引いて。ああ <laughs> すごいね。メカないように。メカない。<laughs> <laughs> そ でもやっぱりおんあの本当に同じですねで特にあの鍵盤は下に下ろす作業っていうのがあの常じゃないですかだからそのあの平らなところをタタタタタってやるとそのばらつきがすぐわかるんですよね強さとかリズムのあとタタ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 っていう音で聞こえるので実際鍵盤を弾いてなくてもその指の練習したりとかあと自分の指がすごい弱かった時に強くする方法としてやってたのが満員電車に乗りましてね。 マインデーションの一番最後に乗るんですよそうするとドアがここにあるじゃないですかそこに指をこうやって立てるんですよね。 <laughs> でものすごい押されるじゃないですかおおっていわゆるだから指,指立て伏せを自動的にこうやってる状況になるのでそれはねやってました学生の時も。でもそれ下手すると折れちゃうじゃん。いや確かにしんどい時もあるし多分この肘のところに当たってる人は相当痛いんじゃないかと思うんですけどあ<ー>でもあのこれで結構ね強くなったような気はしますね。 あとは、よくピアノの方はや,やられると思うんですけどお風呂の湯船の中入ってこう指を広げるっていう,こ,、ねううん、こういうのをやったりとかいろいろしてましたねもそんなんでもなかなかその実際鍵盤に向かった時にはあのテクニックとしてはちょっと精進されてるというかはい。えー、一言でギターと言ってもですね私が専門でやってるのはエレクトリックギターなんであの またアコースティックギターそれからフラメンコギタークラシックギター全然違うんですよねだからそのギターっていうもの同じギターっていう名前でもあのそれぞれの村があってでそれぞれ何か深いあのその方法があるんですよねだからそのギターっていうものに対するこう気持ちっていうのはもう本当に深い楽器だなっていう思いでいっぱいですね。 推進力みたいな感じ音楽のだと思ってんでねやっぱりそれが弱いとダメだし推進力であったベースがすごい魅力的だなって逆に思うしっていうところですかね。 オルガンの好きなところはやっぱりあのふくよかな音がするとあとまあ太くてっていうねそういうところとあとは一人で演奏もできるしドラムとデュオでもできるしバンドの中でも演奏できるしっていうそのあらゆるシチュエーションでなんか演奏可能だっていうところがすごく好きなところですね。うん、好きこそ物の上手なれ